こんにちは、ナフ太郎です。先日第1回ナフ太郎会無事終了いたしました。ありがとうございます。すべて皆様のおかげでございます。はい、ナフ太郎会終わりまして、で荷物を全部、適当にこう部屋に持ってきて、で片付けもしていない状態なんですけれども、今日はですね、こうナーフを買いすぎて、とんでもないことになってしまった男のお部屋を、紹介したいと思います。はい、まずお勝手なんですけれども、ご覧の通り、ゴミ屋敷ですね。はい、これナフ太郎会でレンタルしたダーツとか使ったペットボトルとか、あ、水が入ったままだ。サバッチャさんの水が入ったままですね。はい、これ池田工業さんの、シールドですね。これいいと思うんですけどね。はい、はい、人生は冒険やナーフや、はい、そんな感じで、はい、もうあの持っていく時より、帰ってきた方がね、あの頒布会でナーフまた増えましたんでね、はい、という感じで、すごいですね。これお勝手なんですけども、お勝手も全然片付けてなくてもうむちゃくちゃですね。はい、やばいです本当に。でも 3D プリンターがですね、埋もれちゃって、もう最近全然いじってないんですね。本当は 3D プリンターもなんか印刷したりいじったりしたいんですけれども、もう何もできてなくてですね、もう大変な状況ですね。もうちょっとやばい、生活スペースも圧迫されております。はい、皆様はこのような大人になってはダメだと思います。はい、部屋もですねぐちゃぐちゃですね、こんな感じで、あのこれいただいたお菓子なんですけども、配り忘れちゃって、あの今度体育館ナフ太郎会で、あの配らさせていただきます。本当に申し訳ございません。本当に、何個か食べちゃいました、ごめんなさい。部屋もぐちゃぐちゃです、汚い、ゴミ屋敷、猫のぬいぐるみが散乱しております。はい、でこう部屋の片隅にダーツとか、いろいろ載せたままの状態で、さらにいつも撮影しているスペースなんですけども、こんな感じでナフ太郎会に向けて準備して、あとはもうぐちゃぐちゃで何も片付けていない状態で、これダーツが入ってた袋ですね。はい、本当にこう私だけだと思うんですけれども、ちょっとナーフを買いすぎて、頭がおか生活もですねおかしくなってしまった男の現状でございます。はい、こんな感じでもうすべてですねナーフ押し入れもナーフだらけ、ここ嫁さんの物入っているスペースなんですけれども、上の方もですねナーフだらけで、はい、やばいっす。あ、これはマクリか。はい、こんな感じで、家の中がナーフだらけでございます。はい、もうちょっと何かしら考えてですねお部屋をきれいにしていかないとという感じで、皆様このような人間に大人になってはダメでございます。はい、反面教師ということで、今日はこの辺にしたいと思います。第1回ナフ太郎会、無事開催できて本当にありがとうございました。皆様のおかげでございます。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンこんなんでしてくれる人いないと思いますけどよろしくお願いします。お部屋片付けます。さようなら。